俺たちインスタで有名にならない？綺麗だったね。シンガーソングライター何のためにこんなとこ出すの？採用元太たビジブル感じてあかーっ。よし、達也の本音が聞きたかったよ。俺たち今日からニューワールドガーズ。私はコンディションを常にいい状態で毎日を迎えることに重点を置いていて、前日の夜から次の日の準備は始まってて、例えば今この栄養足りてないからこのサプリ飲もうとか、体にいいもの、次の日むくまないものとか、体が重くならないものを食べようとか、で朝はいつものルーティーンがあって、このスイッチを入れる自分のものがあって、それを食べたりとか、いい精神状態で向かうことを意識してます。私はすごく人に恵まれているなと思うんですけど、それは母の教えがすごく響いてるなと感じてて、本当とにかく小さい頃から周りの人に感謝をしなさいって言われてて、普通に当たり前になってしまう出会いとか人間関係の中でも常に感謝の気持ちを忘れずにいることで、なんかよりその人たちといい関係が築けて、自分が私は人に恵まれてるし、ご縁に恵まれてるなと思うような日々をくれてるんだなと思います。ずっと支えてくれている両親に何か贈り物をしてみるです。私の両親地元が離れてるので最近会えていないんですけど、ずっと近況を聞いてはいるので、何か役立ちそうなものとか、これから親孝行をちょっとずつしていきたいなって思ってます。はい、ありがとうございます。